唐津市ニュースの時間です。本日お伝えするニュース内容です。福岡県の大学生が地域貢献企画として人気ご当地グルメの唐津バーガーとタッグを組んで開発した唐津キューサババーガー第2弾となる販売会を10月23日と24日の2日間期間限定で行いました。唐津キューサバを使ったハンバーガーの販売会は福岡県の中村学園大学の学生が唐津キューサバの魅力を多くの人に知ってもらい消費拡大につなげようと唐津バーガーや唐津市とタッグを組んで行っているものです。唐津キューサババーガーは唐津市と九州大学が共同開発した完全養殖マサバ唐津キューサバをフライにして唐津のご当地グルメとして人気の唐津バーガーとコラボレーションした商品です。今年5月の連休に1日15個限定で販売したところ、30分ほどで売り切れになるほどの人気であったため、今回はさらにサバの身が入った自家製のタルタルソースを加え、パワーアップした商品として販売されました。販売初日の23日は50個限定で販売し、来店した人は新しいハンバーガーの味に舌鼓を打っていました。おいしいです。おいしい。めちゃくちゃおいしいです。なんかサバが結構ぎっしり詰まってて、タルタルソースともめっちゃ合ってます。韓国語スピーチコンテスト in 名古屋が10月23日に、鎮西町名古屋の佐賀県立名古屋城博物館で開かれ、参加者が韓国語の発音や表現力などを競いました。佐賀県立名古屋城博物館では、日韓の文化交流の一環として、韓国語を学ぶ人の学習発表や、参加者同士の交流の場を作ろうと、平成17年から韓国語スピーチコンテスト in 名古屋を開催しています。16回目となる今年は、市内外から36人が参加しました。コンテストは発音や表現力、完成度などを競うスピーチ部門と、2人1組になり、会話形式で発音や演技力などを競うスキット部門が行われました。このうちスキット部門では、韓国のお盆、チュソクの過ごし方をテーマにした台本をベースに発表が行われました。内容は日本人と韓国人の2人がそれぞれの国のお盆の過ごし方を紹介するというもので、発表者は台本にオリジナルの展開を加えながら自分たちで準備した小道具を使って発表しました。客席では他の参加者や参加者の家族が台本を片手に発表の様子を見守り、発表が終わると温かい拍手を送っていました。呼子朝市通りの新たな魅力を発信する呼子マルシェと第1回呼子よさこい水耕祭りが10月24日、呼子町呼子の呼子朝市通りなどで開催され、にぎわいを見せました。呼子マルシェは、昔ながらの呼子朝市通りのスタイルに加え、新たな魅力を備えたお店を出店することで、呼子朝市を存続し、活性化させようと、唐津市と呼子朝市組合が開いているものです。会場には、樹脂で作ったイヤリングやしおりなど個性豊かな手作り雑貨のお店が並んだほか、地元から出店している染め物店ではミニ大漁旗の染め物体験ができるとあって、参加した親子が好きなデザインを選び、思い思いの絵の具を使って絵付けを楽しんでいました。また飲食店では、
自然豊かな七山で育てた鶏の卵を使ったプリンやイカスミを使ったクッキーといったこだわりの商品も並び、来場者の購買意欲をかきたてていました。呼子マルシェは今後も定期的に開催し、次回は11月14日日曜日に開催する予定です。またこの日は呼子町の新たなにぎわいづくりをしようと、呼子地区の地域まちづくり会議が第1回呼子よさこい水耕祭りをマリンパル呼子前や朝市通りで開きました。イベントには呼子町のよさこいチーム彩花をはじめ、佐賀市のよさこいチーム合わせて4チームが参加しました。呼子朝市通りでは元気あふれる踊りが披露されると、呼子朝市の出店者や観光客が手拍子を打つなどしながらイベントを楽しんでいる様子でした。続いては唐津市からのお知らせです。選挙管理委員会事務局からのお知らせです。10月31日日曜日に第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査が行われます。選挙当日の投票時間は午前7時から午後6時までです。皆さんの投票をお願いします。唐津市で投票できる人は平成15年11月1日以前に生まれた満18歳以上の人で、令和3年10月18日まで引き続き3ヶ月以上唐津市に住んでいる人なのです。投票の際には投票所入場整理券をお持ちください。整理券を忘れた場合でも本人であることが確認できれば投票することができます。投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は期日前投票ができます。期日前投票所は次の通りです。市役所本庁玄関ホールでは10月20日水曜から30日土曜までの午前8時30分から午後8時まで投票を受け付けます。各市民センターでは10月23日土曜日から30日土曜日までの午前8時30分から午後8時までの投票を受け付けます。北畑地区は北畑公民館で実施します。イオン唐津店と離島でも期日前投票ができます。イオン唐津店は1階フードコート横に開設します。投票期間は10月20日水曜から30日土曜までの正午から午後8時までです。離島はすべての島で開設します。投票日はすべて共通で10月28日木曜の午前10時から午後3時までです。現在唐津市役所新庁舎の建設工事に伴い駐車場が少なくなっています。期日前投票はどこの投票所でも投票できますのでご利用ください。選挙について詳しくは選挙管理委員会事務局電話 72-9163 までお問い合わせください。以上、選挙管理委員会事務局からのお知らせでした。唐津市の入札や契約手続きの公平性などを外部委員が検証する唐津市建設工事等入札監視委員会の今年度1回目の会議を10月26日に市役所で開きました。
唐津市建設工事等入札監視委員会は、公共工事をめぐる不正入札事件の反省から、再発を防止するために設けられた外部委員によるチェック機関で、学識経験者や地元経済団体の役員、弁護士、税理士の委員5人で構成されています。会議では、今年1月から7月までに市が行った建設工事競争入札や物品購入競争入札など213件の入札と契約手続きの運用状況を事務局が説明しました。この日は外部委員が事前に選定した8項目について検証が行われ、委員からは一般競争入札を行っているのに入札者が1社で適正な競争が働いていないといった指摘や、指名業者21社のうち18社が辞退している、入札参加者が2社では競争入札と言えるのか疑問に思う、応札業者を増やす努力が必要ではないかなどの意見が出されていました。市では今回の検証結果の概要もこれまで同様に市のホームページで公開し、公正な競争の確保と透明性を向上させるため、今後も年2回のペースで委員会を開きます。次回の委員会は令和4年3月に開催予定です。認知症の人が住み慣れた地域で暮らしていくためには、本人はもちろん、介護者である家族も健康であることが重要です。認知症予防につながる高齢者の食事をテーマにした講話を10月26日、双子の高齢者ふれあい会館リフレで開きました。この会は認知症を身近な問題として捉えてもらい、家族が認知症になっても安心して暮らせる社会づくりにつなげようと、認知症の人と家族の会佐賀県支部と唐津市が開いたものです。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者の 15% が認知症で、今後も高齢化率の上昇に伴い、認知症高齢者数の増加が予測されています。講話では、唐津市保健センターの牧瀬祥子管理栄養士が、認知症予防につながる高齢者の食事について説明しました。牧瀬管理栄養士は、年を取ると様々な機能が低下し、柔らかく食べやすい炭水化物に偏った食事を取りがちです。バランスの取れた十分な栄養を取るために、食材の種類や料理法が重ならないよう工夫してくださいと、時折参加者に質問を投げかけながら話しました。参加者はメモを取るなどしながら話に耳を傾け、講話の後は意見交換をするなど、認知症予防について理解を深めていました。毎週水曜日は市内の風景をご覧いただいています。今回は港町の立神岩周辺の様子をご覧ください。
浜玉町に残る国の指定史跡の古墳や古墳時代の遺物などを紹介する企画展を現在、名畑の松露館で開催しています。この企画展は古墳時代の前期4世紀後半から福岡や佐賀が全国に先駆け縦穴式石室から横穴式石室へと定着していった変遷を副葬品などの墳墓資料をもとに紹介しています。1階の特別展示室には鉄剣や鏡、装飾品など64点を展示しています。このうち浜玉町にある似た埴輪窯跡から発見された犬型の埴輪は朝鮮半島の土器作りで見られる叩き技法を使って製作されていることから当時の唐津では朝鮮半島の文化の影響を受けていたことがうかがえます。唐津の歴史文化企画展横穴式石室導入の時代唐津市域の5世紀は令和4年2月6日日曜日まで名畑の松露館で開催しています。開館時間は午前9時から午後5時までで入館料は一般210円小中学生は100円です。会期中の休館は毎週月曜日と12月29日火曜日から令和4年の1月3日日曜日までとなります。続いては唐津市消費生活センターからのお知らせです。唐津市消費生活センターでは消費者相談を受け付けています。今回は唐津市消費生活センターの紹介と現在寄せられている相談の事例を紹介します。唐津市消費生活センターは唐津市役所本庁の1階にあります。ここで相談員が消費生活に関する相談や苦情を受け付けています。相談は個室で受け付けていて秘密は守られますので安心してご相談ください。また電話でも相談することができます。続いて現在寄せられている相談の事例をご紹介します。SNS の広告からトラブルに巻き込まれたという相談が増えています。具体的には、SNS を見ていたら靴の広告が出てきた。有名スポーツブランドの靴のようだったが、激安だったため注文した。しかし、届いた靴は有名スポーツブランドによく似たロゴがついた偽物だったという相談です。SNS の広告は誰にも共通して表示されるものではなく、過去に検索した情報をもとにターゲットを絞って表示されます。次に同じ広告が表示されるとは限らず、後で確認しようと思っても確認できない場合がほとんどです。広告の印象だけで注文せずに、小さい文字も隅々まで確認し、画像を保存しておきましょう。通信販売はクーリングオフができませんので、慎重に契約をしましょう。不安に感じたり、不審に思ったりしたときは、一人で抱え込まず相談してください。平日はここ、唐津市役所1階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は73-0999です。土曜日曜祝日は消費者ホットライン局番なし
0 1888いややにご相談ください。全国どこからでも相談ができ、近くの消費生活センターにつながります。思いがけないことが起きたときは、まず深呼吸、1、2、3、4、5、5つ数えて対応してください。10月の定例記者会見を28日に市役所本庁で開き、新型コロナワクチンの市内の接種状況と感染予防啓発ポスターの配布について峰達郎唐津市長が説明しました。10月25日現在、市内全体のワクチン接種率は1回目が 83.6%、 2回目が 73% となっています。年代別に見ると、12歳から15歳までの1回目の接種率が 52.5% と、市内全体の接種率の中で最も低い状況となっています。市では唐津東松浦医師会の医師による啓発メッセージや子ども向けの啓発動画を制作し、行動範囲が広い若い世代やその保護者へワクチン接種への理解を呼びかけています。また人の流れが活発になる年末年始を前に、会食時のマスク着用を呼びかける唐津版の予防啓発ポスターを作成し、市内の商工関係や観光施設、医療機関、教育機関に掲示の協力を求めます。ポスターは商工振興課の窓口でも配布しているほか、市のホームページからダウンロードもできます。この定例記者会見の模様は YouTube の唐津市公式チャンネルで配信します。峰達郎唐津市長が地域のさまざまな課題や市民の意見を直接聞くふれあい市長室を10月28日肥前市民センターで開きました。このふれあい市長室は、市長が各市民センターを回り、地域のさまざまな課題や意見を直接聞き、市民センターの運営に生かしていくことを目的に行っています。今年度3回目となるこの日は、肥前市民センターで開き、参加者からは、イノシシやカラスなど鳥獣被害が年々増加しているように思われ、住民もかなり疲弊している、早急な対策が必要であるや、近隣の海域で洋上風力発電の計画が持ち上がっているが、漁業者からは不安や反対の声が上がっている、この豊かな海を次世代につないでいく方法はないだろうかなどの意見が出されました。次回のふれあい市長室は11月15日月曜日に呼子市民センターで開催する予定です。続いて来週放送する番組のご案内です。11月1日から7日までの特集番組は、リーディングトゥ名古屋総集編を放送します。名古屋城跡や周辺の陣跡などを紹介したリーディングトゥ名古屋を全30回まとめてお届けします。放送開始時間は午後1時30分午後8時30分です。11月1日から7日までの特集番組の再放送は、名古屋歴史講座、キラ星のごとく、戦国の雄、肥前名古屋三陣を放送します。講師は佐賀県立名古屋城博物館学芸員の鶴真嗣さんです。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。11月1日から7日までの各課からのお知らせは、手話だよりを放送します。今回は司法唐津11月号の中からいくつかピックアップしてお届けします。
放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネルカラツでは緊急時の情報を文字テロップでお伝えしています。新型コロナウイルス感染確認、大雨などでの避難場所の開設などの緊急時には、テレビ画面下側に文字テロップで情報を配信しています。またデータ放送では、緊急時の情報や暮らしに役立つ情報に加え、河川ライブカメラを見ることができます。データ放送はリモコンの D ボタンを押していただくと画面が切り替わります。矢印ボタンで上下に動かし、河川ライブカメラで決定ボタンを押すことで、河川の静止画像を見ることができます。大雨時の情報としてご利用ください。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。